持ってきたんですけど、あとこれはちょっとね、私読みづらいので、ひろこさんが死ぬまでに行きたい世界の絶景という本なんですけど、なんか楽しそうなので、この本をプレゼントしたいと思います。あと、講演会の抽選、高いんですよ。頑張ってはいるんですが、なかなか大変なんですけど、でも皆さんに